こんにちは、ようです。それでは今日もお金の勉強をしていきましょう。えー、今日はね、ロボアドバイザーについて勉強したいと思います。ロボアドバイザーね、聞いたことある人もいない人もいろいろだと思うんですけど、最近よく話題になるんでね、解説したいと。えー、ウェルスナビ、テオ、楽天、楽ラップっていうのがすごく有名なんですよね。見たことある人もいるかもしれないんですけど、えー、ロボットアドバイザー。 えー、AI が自動で運用してくれるんですよね。資産を。ロボアドバイザー。ロボットが自動で資産運用をしてくれると、えー。自動で世界中の資産に投資。みたいなね。えー、AI とかね。えー、ロボットが自動でやってくれるんだ。なんだか儲かりそう。とかって思うかもしれないですけど、えー、そこのイメージじゃなくって、やっぱりなぜどういう仕組みなのかっていうのを学んでいくのが大事だと思うんですね。なんでこのロボアドバイザーの仕組みを、えー、ちゃんと学んでいきたい。そしたら判断がね、できるようになってくると思うんで。 で、今までね、投資信託、まあ、ETF とかを買った時に、えー、どうだったかっていうと、例えば VTI とかね、あの、米国株 SP500 連動の銘柄とか、あの、買うと、アメリカ株全体に投資ができたわけですよね。じゃあ、ロボアドバイザーに任せた時はどうなのかっていうと、さらに組み合わせてくれるんですよね。アメリカの株だけじゃなくて、え、いろんな新興国の株とか債券とかね、えー、ここの組み合わせを、えー、考えてくれるんですよね。えー、これだったら、まあ、これ全部 ETF の、 えー、ティッカーって言ってね、あのー、3桁で、英数字で分かるやつなんですけど、いろんなものを組み合わせてくれるんですよね。新興国株を入れたり、えー、米国債権を入れてくれたり、金を入れてくれたり、不動産を入れてくれたりね。ロボアドバイザーがここのバランスを自動で考えてくれるわけですよね。だから、えー、いろんな投資信託を買ってくれるわけですね。いろんな投資信託に分散して投資をすることで、ものすごくたくさんの分散になるってことですね。 で、じゃあ SP500 連動とは何が違うのってことなんですけど、要は一つの投資信託ね、ETF を買うか、複数の投資信託を買うかっていう違いですね。えー、SP500 を買うっていうと、このアメリカ株全体に投資したってことになるんですよね。で、このロボアドバイザーはアメリカの株だけじゃなくって、あのヨーロッパとか日本とか新興国ね、まあ、インドとかいろんな国入ってますけど、そういろんな国とか、えー、金とか債券にも、えー、分散して投資すると、複数買ってくれてるんですよね。 で、えー、ファンドオブファンズっていうんですけど、えー、こういう仕組みですね。投資家が一つの投資信託を買うことによって、この投資信託はさらにいろんな投資信託を買っていってくれてるんですね。なんで、この結果的に一つの、えー、投資信託を買うことによって、えー、いろんな世界中に分散して投資することができるって、これがね、ファンドオブファンズっていう仕組みで、あの結構よく使われる仕組みなんでね。 ファンドを買うファンドっていうことですね。まあ、いろんな意味で使うんですけど、意味というかいろんなね、用途で使うんですけど、このファンドオブファンドはね。あのー、基本的には1個を買っただけで、さらにその先の投資信託に、えー、投資していってくれるってことですね。それから、FX の自動トレードシステムと何が違うのってことなんですけどね。自動売買って気をつけろって言ってなかったかっていう話なんですけど、自動売買は危ないんじゃないのかって結構気をつけろってね、散々言ってたんでね。 例えば、勝率95%以上とか、あの、24時間365日ほったらかしにしといてね、あの、勝手にお金が増えていくよっていうようなものとかは存在しないんで、あの、気をつけましょうねって話をしてたと思うんですけどね。何が違うのかと、仕組みを知るのが大事だと思うんですよね。このロボワードが、ロボだからダメだとか、自動だからダメだじゃなくて、なぜダメなのかっていうのを知るのが大事と。ね、投資先はどこなのか、もしくは長期とか短期なのか、どんな仕組みなのかね、えー、知るのが大事。 えー、ロボワードの場合は、イメージで言うと、長期の、あの、ETF 積み立て、まあ、投資信託のいろんなね、投資信託を積み立てる手伝いをしてくれるツールだよと。自動でここをいろんな投資信託を自動で積み立てていってくれるんだよ、みたいな。そんなイメージで持ったらいいと思います。で、危険だって言ってた FX とかの完全自動売買っていうのは、短期のトレードを繰り返すんですよね。売ったり買ったり、売ったり買ったりっていうのを繰り返して、リザヤを取っていくって。これはギャンブルになっちゃうんで、えー、ダメですよと。 それから、例えばトラリピとかね、トライオートなんとかとかいろいろ最近出てますけど、その辺っていうのは、半自動なんだよと。条件設定はオーナーがまするわけであの、自分でする売買のお手伝いツールだよっていうイメージを持ってもらったらいいと思うんですね。だからこれ自体に良い,いも悪いもないんですけど、まあ、半自動なんでね、自分でやるよりはいろいろ楽なんじゃないかなと思いますけどね。だからこの辺の違いをよく理解しておくのが大事じゃないかなと思います。 で、このロボワードのじゃあメリットね。メリット、デメリットをお話ししていきたいんですけど、えー、自動発注、自動運用ですね。もう本当に自動。あの、取れるリスクとか年齢に合わせて自動で配分してくれるんですよね。どこに投資するかとか何を買うかとかね。で、えー、ロボットが自動でリバランスをしてくれるってことですね。それから、特定口座に対応してて確定申告が不要だと。えー、で、自動積み立てにも対応してる。えー、ドルコスト平均法が使えるってことですね。 それから見やすく楽しいデザイン。まあ結構これって大事かなと思うんですけど、スマホのアプリにも対応してて結構ね、なんか綺麗で見やすいんですよね。自分の資産が今どういう状況かとか、こうやってね、何を買ってるかってのも全部さっき言ってたやつですね。資産クラス。何を買ってるのかっていうのをここで見れるようになってるんで、えー、自分の100万入れた分が100万円のうち例えば50万円は米国株を買ってるんだとかね。10万円分は金を買ってるんだとか。えー、そういうのがすごくわかりやすく見れるんで、 えー、こことかはいいんじゃないかなと思います。で、とにかく楽ですね。手間がかからない。ここがメリットじゃないかな。で、えー、デメリット。デメリットもやりたい。手数料が年間、まあ1、1%かかるんですよね。これ税別なんで、まあ、1.08%かかるんですけど、3000万円を超えたら0.5%まで落ちるんですけど、ほとんどの人は3000万円入れないと思うんで、えー、だいたい1%かかると思うんですよね。この手数料1%、これをどう考えるかなんですね。 ここ、すごく大事なところ。あの、インデックス投資、長期で積み立てていくわけですけど、インデックス投資において、手数料の概念っていうのはね、本当に大事なんですよ。えー、パフォーマンス、ね。 にそのまま影響するわけですよ。自分の将来の資産が増えるかどうかにものすごく影響してくる。あの、たった1%でも長期ではね、ものすごく変わってくるんですよ。これはまあ住宅ローンとか、でも大きな金額が大きくなって、えー、長くなるものとか、たった1%って思うかもしれないですけど、本当にね、すごく変わってくるんで気をつけないといけない。わかりやすく言うと、30年間積み立てる場合ね、3万円を30年間積み立てた場合、年利が5%でね、運用できた場合、 えー、まあ約2500万円になるんですよね。で、30年間積み立てて3万円をね、同じように4。4%の場合。例えば、これはまあ要は1%手数料が安かった場合と思ってほしいんですよね。5%の運用、えー、利率なんだけど、えー、こっちが4%になったってことは、えー、実際コストが1%上がったのと一緒ですよね。だから違いを見てほしい。この場合ね、2082万円になるんですよ。 さっき手数料の分の違いとしてね、考えてみてほしいんですけど、こっちの最初の方が仮に手数料が0%だったとしますとね。で、利率が5%で回った場合は、利回りが5%で回った場合は2500万になるんですね、おおよそ。で、こっちが同じように5%で回したんだけど、手数料が1%かかってた場合ね、実質利回りが4%に下がっちゃいますよね5。5-1で4%になっちゃう。 で、見た場合、2082万円まで下がるんですよね。この差額ですよ。1%が違うだけで、1%違うだけで差額が414万円出てしまうんですね。3万円の積み立てでも30年間って見た場合、これだけね、差が出てしまうんです。これをね、どう見るかですね。それからデメリットの続きで仕組みを理解しておかないと自分で考えれなくなっちゃうんですね。まあ、そのくらい楽ってことなんですけど。 その他の特徴としては、元本割れのリスクは当然ありますよと。投資ですからね、いくら AI がやってようが、いろんなところに分散してようが、当然元本割れリスクはもちろんありますよと。万能じゃないですよって。それから、NISA 枠の利用は不可ですと。それから、投資商品を個別に選ぶことはできないんですよね。あの、自動運用なんで。それから、このロボ,アドロボットアドバイザーなんですけど、広告の掲載料金が出てるんですよね。 いろんなブログとかが、やっぱりサイトとさんとかが貼ってるわけなんですけど、広告をね、掲載して、あの、いろんな記事を書いてるんですよね。で、デメリットじゃないんですけど、これがイコールデメリットってことじゃないんですけど、何でもね、あの、アフィリエイト報酬っていうのは発生するんで、あの、デメリットじゃないんですけど、1件につき2000円からの報酬が発生してるんですよね。これ自体はダメなことじゃないんですけど、報酬が発生してるっていうことはっていうところは、やっぱ頭に置いといてほしいんですよね。あの、やっぱり、 宣伝する方としては入れたいわけですね。えー、なんで、やっぱりなかなかあ,のあまりダメというか悪い部分は書きにくい。やっぱりいいところを強調するんで、別にこれがいいとかダメとかじゃなくて、あのブログ記事っていうのを褒めてるブログ記事っていうのを鵜呑みにしない自分でやっぱり頭で考えるっていうのがすごく大事じゃないかなと思います。で、えー、なんだかんだでロボアドの結論なんですけど、結局のところどうなんだって話ですよね。いいのか悪いのかと。 え、それだけ言うと投資初心者には悪くないと思いますね。結局、手間をかけずに世界中に分散投資ができるわけですね。で、例えばウイルスナビとかに最低金額だけ入れて、あの、この構成銘柄を参考にするのはありだと思うんですね。どんなところに投資しているのかっていうのを参考にするっていうのはすごくいい使い方とかありだと思うんですね。で、まあ実質1%っていう比較的安い手数料なんだけど、あの、長期で見るとパフォーマンスにやっぱ差は出ると。 で、自分で考える手間っていうのを踏まえて、まあ、各自がね、うん、考えていったらいいんじゃないかなと、各自が判断していったらいいんじゃないかなと、この手数料自分で考えなくていいんで、あの、この1%っていう手数料が高いか安いかっていうのは、ちょっと各自が考えて判断していくと。で、初心者以上の人は、ここの構成銘柄を参考にして、同じものを、全く同じものを組むこともできるんですよね。同じ商品を自分で買っていくことができると。そうした方が安上がりにはなりますよと。 まあ、ただしいリバランスっていうのがちょっと必要になってくるんですけどね。で、ここでおすすめしたいのが、この Emaxis Slim バランスバンドっていうのがあって、これを買った方がロボはどをやるよりはいいんじゃないかなと僕は思ってて、えー、83に均等でね、えー、投資してくれるんですよね。均等にこれだけなものに、えー、ほぼほぼ同じようなものに、えー、均等に 投資してくれると、分散投資してくれると。このファンドを一つ買うだけでね。で、ここですね。同じようなことができて、この報酬、信託報酬っていうね、年間の手数料なんですけど、0.17%なんですよね。えー、ロボワードが大体いい1%が多いのに対して、えー、こっちは信託報酬が0.17%なんで、だいぶね、えー、0.8%以上安いですよね。で、まあ、えー、純資産額も、えー、このね、 ま、どのぐらいこの、あの、投資信託、ファンドにお金が集まってるかってことなんですけど、Emaxis Slim b a l a n c だったら、ま、現状ね、153億円ぐらい集まってるんで、ま、問題ないかな。僕は、ロボワードやるんだったらこっちかなと思いますね。あの、2018年の12月現在ですけどね。現在だったら僕は、ま、全然こっちやろうがいいかなと思います。つまり、えー、ロボワードに、ま、お金をね、入れるとするならば、 これはすごく楽ですよと、えー。投資家のリスクレベルに合わせてポートフォリオをね、構築してくれるんで。で、えー、何を買うかロジック部分を勉強するにも、えー、いいですね。ただ手数料が1%、税金入れると、消費税入れると1.08%になるんで、うーん、っていうところですね。 で、Emaxis Slim Balance っていう方だと、これも同じようにすごく楽だと。えー、いろんな世界中の資産に分散投資してくれて手数料が0.17%っていうね。えー、僕だったらこれがいいかなと思いますね。 もしくは自分で直接 ETF を買うっていうね、好きな方とかだったらこうやって直接されてる方もいますよね。ただまあ多少手間なのと、えー、リバランスが必要だと。えー、で、手数料は一番安いんですけどね。まあこのどれかになってくるんじゃないかなと思います。ただね、えー、僕だったら、えー、楽さとかね、トータルの手間とか考えて、えー、投資初心者にお勧めできるのは、このスリムバランスファンドですかね。世界中に投資したいんだったらね。まあ今後もいろんなあの投資については解説していきたいと思うんでね。 一緒に勉強していきたいと思います今日もご清聴ありがとうございました